今日ご紹介したいのは FUTGG っていうサイトです。皆さん多分フットビンとかフットビーツとか使ってると思うんですけど、ちょっと分かりづらくてですね、特にフットビンがあのエボリューションすごい分かりづらいので、この今日フット GG っていうサイトはエボリューションで自分が探したい選手を探すのに最適なものになりますので、ぜひね、あの使ってみてくださいということで、フット GG 普通にあの Google で検索していただいて、エボリューションとか入っていただくと、もうここの画面に出てきます。エボリューションの選択肢が出てくる画面に出てきて、今現在アクティベートされている稼働中のエボリューションがそのまま出てきます。で、例えば僕の場合、今この FC ファウンダーとファウンダー2を掛け合わせて使いたいなと思ってるんですよ。両方したら強いんで、逆足5だったりスキル5の選手を作れるんで、なのでその選手を探したくて、今ファウンダーズエボリューション1とファウンダーズ2で Use All of Selected Evolution、 これは両方やりますっていう話です。でフィルターかけると、この両方に適用できる選手を探せるんですよ。なのでこのサールとかは2段階アップグレードした状態で、逆足後スキル後のサールがこういうようなエボリューションの流れで作れますよっていう選手なんで超便利です。でまあこれはもう全部そうですね、全部使えるんで、で例えば今何もかけずに、まあただこれ検索の方法何でもできるんで、これ本当に便利ですよ。例えば逆足後スキル後の選手を探したいです。今出てくるのはこちらです。このリゴーニが一番左上の選手ですね、出てきます。この選手はもともと72の選手なんですけど、今全部これあの使ってなければやれる SBC エボリューションなので、この4つのエボリューションやることによって、このリゴーニはなんと72のモブキャラみたいな選手からえげつないパス97を持った逆足後スキルこの選手になりますっていう流れが見れるんですね。なのでまあそれでね、あの好きな選手を探していくっていうのがあのベストです。例えばこの今考えてるのはザルリはファウンダーズ2をやって、ビルディングサーレット1やって、ミッドフィールドダイナシーをやることによって、ここの87の55を使えますっていう、超便利じゃないですか。なのでこのフット GG というサイト超おすすめです。ぜひ使ってください。